皆さんこんにちは、こんばんは、アスカです。今日もスーパーマリオメーカーやっていきましょう。第10回スピラン選手権、このリズム感めっちゃしぶれます。やっていきましょう。喉に膜が張ってる感じがする、ずっと。はいはい、ぶち、おお、リズムに合わせて、はい、じゃん、でっぽん、でっぽん、はい、ポンスケ、はい、よいしょ、お、いいね。さんで、リズムに合わせて、全然リズムがよくわかんない、いやー、うっさ、今、帽子当たってたやんけ。帽子はダメなの？顔じゃないとダメなの？待ってろ、待ってろ、下で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 待ってろ、ウェイコナー、あにゃー、これも容疑者みたいになってた、目が隠れてた。もうあれ、あれ、どーん、どーん、やっちゃお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 でも早かったって思ったもん、自分。はい、続いてはカメックをやっていきましょう。よし、カメックかかってこいや。ディリリリやる気はあるから走る。あたーたたたたたた、やる気は随分あるんだぞ、私は。やってやる、たた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 た。マリオがのび太に見えてきたぞ。カメックどこだ？いい、こっちか？こっちか？来るぞ、そろ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 だ。不安になってきた。カメックは強いからね。ドラえもん並みに強いから。ドラえもんのね、真似ができるようになった。最近の。疲れた。新しいドラえもんってそういう声出すんだよ。あ、来た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 。なに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 ？こっち行っていいの？あら、来いや。お前の魔法なんて何でもないんだ。すごいね、でも、あ、ほぼ平気？平気だね。スティックめっちゃ当たってるけど、一番当たっちゃいけないところが当たっちゃってるけど、全然平気？お前を殺したる。あにゃー！面白いね、でもね、これね。あれ？めっちゃ当たってるもんね。魔法かかってもいいぐらいだけど。いくぞ、カメック。アベシ！アベシってなんだっけ？はい、続いてはフラワーを取ると影がもらえるコースやっていきましょう。声が変だからこんな。ん？フラワーを取ると影がもらえる。じゃあ取るよ。おりゃ！くれよ、影をくれよ。あにゃ、あ、出てきた。そこまで面白くない。面白いこと言えばよかったね、私がね。ごめんね、コースのせいにして。面白いコースでした。違う、フラワーを取ったらチロリーンってくんのかと思ったからさ。はい、続いては三段跳び&壁キックの連続なので、なんとかしてね。得意な方へやっていきましょう。さあ、得意ですよ、私。三段、ん、ちょっと待って、矢印で、はい、ワン、ツー、ジャブー、キック、ジャンプ、そのままジャンプしてキック。はい、いいぞ。これはまた気持ちよくぐっすり眠れそうな夜だ。はいはいはい、プレー。簡単すぎやしませんか。あにゃー、ヨシが待ってた。そしてヨッシーは最終的に頭をそがれる。ガラ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 。ヨッシーをなんとか殺そうとする女。いいな。続いてはバーダーズ&ビザー。わかりません。え、来た、こういうコースかいいな。あ、いた。怖いね、こういうコースは相変わらず。お尻がまずまず。え、これ大丈夫？絶対ごっつんするよ。あにゃ、いけた、いけた、いけた、コブ、逆、やったー。一回ちょっと待って、静まる。次どこ行く？あ、多分ちくわ行ってからの次の雲。遠すぎないかい。その先もあるかな。助走つける。うーや、
これは集中力が問われますぜ。ほっ、集中力といえばアスカ、5秒で切れる。いえ、そのまま行け、行くんだ。で、降りてくも、降りてくも、頭こっちにしない。はい、来た、来た。とりあえずあそこ行くんかい。にゃ、登れんのこれ。無理だよ、お父さん。来た。これは、下か、下だ、下だね。オッケー、むず、行くよ。はい、危ねえ。で、こっつんしてこうやって、で縦に登ってあそこに行くと。意外と、あ、意外と簡単じゃねえかって言おうとした。結構もうスピード重視、スピードというかもう勢いも大事だね。だ、あー、もったいない。にゃ、来た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 けど、上に登ったらあかん。あ、下降り、ここがいいかな。はい。で、ちくわおりおりの右から降りる。ありおりおりやー、やりやりやりやー、あいや、ありおりおりやー。ちょっと待って、どうする。で、あの雲登ろうか。これ大丈夫かな、セーブできるかな、やってみる。あにゃ、あーのー。さあ来ました、おりおりを。危ない。オッケーオッケーオッケー、ちょっと待って。でさ、これ上に戻る。奇跡のちくわ戻り、戻り。あーそすく、ちくわがすぐさ生まれてきてくれればいいのに。ちくわ戻り、どうしようどうしようどうしよう。ちくわ戻りか、もしくは右の雲か、神様教えてくれ。ちくわ戻り、来た。ねえ、くもちゃんに行く。あー、ジーサス。で、あそこ下降りようか。あー、危ない、危ない、おもこ、ちょ、ぺぺぺぺぺぺ、来た。もう制覇した、絶対クリアします。私はもうこれで一発で決める。危ない。あ、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 舐めんなよ。あ、キモい。てて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 。ちゃんね、もうね、安室ちゃんは、安室ちゃんがデビューした時から私は応援してるんですよ。だからもう安室奈美恵 with スーパーモンキーズの時から知ってるからね。みんな知ってる？スーパーモンキーズって。マックスが後ろで踊ってた時代なんですよ。あれも歌ってたんだよ。忍たま乱太郎のエンディング曲とかも歌ってたんだよ。知ってる？光源氏じゃないよ。安室ちゃんが歌ってたんだよ、エンディング。平成ジャンプじゃないよ。安室ちゃんが歌ってたんだよ。夜も引っ張れ一生懸命に安室ちゃんは出てたんだよ。夜も引っ張れ一生懸命、知ってるかな？見たい、聞きたい、歌いたい。さあ、終わりましょう。どこまでここは喋ってるんだろう。どっからカットされるんだろう。いいね。Body feels exit、 ここからきっといつか動くよ。Body feels excite、 体中熱く深く走る思い。ここまでどんな道を歩いて、あなたにやっとたどり着いたか。何か見えずに、ほひほひ。